ごく平凡な田舎町、松戸市。その中心にある松戸学院に通う4人の少女がいた。その松戸には古くから噂される廃校の都市伝説が存在していた。天使体が見つかったと言われるフロイド。夜な夜な燃え上がる焼却炉、廃校を徘徊する獣の姿。好奇心旺盛な彼女たちは興味本位で廃校を訪れ、そこにあるブレイドの重しを開けてしまったところから恐怖の物語が始まる。井戸の中を覗き込む4人、何の変哲もないように見えたが、一人の身にある異変が現れ始めていた。